ホモシステインは必須アミノ酸の一つであるメチオニンの代謝における中間性生物である。ホモシステインの代謝には溶酸、ビタミン B6、ビタミン B12 が関与している。メチオニンシンターゼはメチル溶酸を用いてホモシステインをメチオニンへと変換する。この酵素はアエントコバミドを含む。メチル規定酵素の BHMT はベタインを用いて ホモシステインをメチオニンへと変換する。ベタインは、ジメチルグリシンになる。トランススルフレーション経路とは、ホモシステインが、システインにまで変換される、代謝経路のこと。先天性ホモシステイン尿症において、患者は、シスタチオニンベータシンタアーゼ遺伝子の欠損により、高ホモシステイン結症をきたす。結果として尿中にホモシステインが排泄されるようになる。 患者は若年にもかかわらず、心筋梗塞や脳卒中の原因となる、動脈硬化をきたすことがある。先天性ホモシステイン尿症は、新生児スクリーニング検査の対象疾患である。上記の事柄から、ホモシステインと動脈硬化性疾患の関連が示唆され、フラミンガムスタディや、日本での前向きコホート研究が進められている。ホモシステインの基準値については、 血液検査の参考基準値アミノ酸を参照のこと。候補モシステイン血症は認知症並び、アルツハイマー病との関連性を指摘する研究がある。ほか、脳梗塞の危険因子として示唆されている。テトラヒドロウ酸による代謝とビタミン B12 による THF の再生産で、フォルスはイコールウ酸、DHF イコールジヒドロウ酸。 thf イコールテトラヒドロヨ養酸ビット b 十二イコールビタミン b 十二メチルビット b 十二イコールメチルコバラミンメテオーネンイコールメチオニンメテオーネンシンタズイコール5メチルテトラヒドロヨ養酸ホモシステインメチルトランスフェラーゼホーマシステインイコールホモシステイン n5 メチル thf イコール5メチルテトラヒドロヨ養酸 n5 n10 メチルン thf イコール5 10メチレンテトラヒドロ養酸、N10 ホルミル THF イコール10、ホルミルテトラヒドロ養酸、ダンプイコールでおきしゅリジンじんリン酸、などふ、DNA。ありがとうございます。